くりとな、感じもいいの。いかに運送は簡単かなって。
この道具で使わないように。本日はご乗車いただき誠にありがとうございます。本艦海霧は護衛艦隊第4護衛隊群第4護衛隊所属の護衛艦で、広島県の呉を母港とし、より艦長伊藤海佐石橋義康指揮のもと、約170名の乗員が取り組んで運航しております。朝日型護衛艦の最終8番艦として、石川島播磨重工業において平成3年3月12日に巡航し、現在に至っております。船の長さは137メートル、幅14.6メートル、ガスタービンエンジン4機を搭載し、速力30ノット、時速にして約57キロで航行することが可能です。本日の体験航海は11時半ごろ入港予定となっており、1時間半という短い間ではございますが、良い船旅をお楽しみください。10時30分頃から船の前側にある
ブロックランチャー、総本店で始め。これ、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 これ
10時30分頃から船の後ろ側にあります。
会員の誘導に従って安全なところでご見学ください。カラサブラジア総合電気関係に入っています。通路は大変滑りやすくなりますので、ご注意ください。
します。アウトランチャーの総選手を終わります。